はい、こんにちは、ロキです。先日ですね、先週の土曜日なんですけれども、久しぶりにですね、コンサル OB の方たちとですね、お会いしてきてですね、懇親会の方で、飲んできたということでですね、ご参加いただきました方たち、本当にお忙しいお時間をね、割いていただいてありがとうございました。で、まあ泊まりではなく、僕はそのまま日帰りで帰ってしまったんで、まあ主催でありながら、一番最初にちょっと席を外してしまったので、その辺だけちょっと申し訳ないなと、思っていたんですけれども、まあその後はですね、おそらく集まられた方たちでね、すごく楽しい時間を過ごされたんじゃないかなと、思います。で、実際に懇親会自体も、まあ、ちょっと暑くなってきちゃってね、本当は夏やろうなんてことを話してたんですけどね、7月8月はすごくちょっと暑くてですね、まあ、ちょっと涼しくなってからにしましょうということで、時期が伸び伸びになってしまってね、半年以上間が空いてしまったんですけれども、まあ、OB の方たちとですねお会いするのは、ですけど本当に、まあ、有意義な時間を過ごさせていただいて、まあ、皆さん本当に元気そうでね、何よりということで、まあ、新しいビジネスを始めてる人たちもいましたし、まあ、いろいろ新しい取り組みに、参加されてる方たちもいたので、すごくね、刺激になったというか、まあ、僕自身も頑張らなきゃなっていうふうに、思いました。で、まあ、懇親会ではですね、まあ、もちろんそのカメラ転売がメインの話ですね。基本的に、まあ、今どんな風にね、やってるのか、まあ、一応、まあ、そういう連携はね、チームということである程度、取ってるんですけど、細かい話っていうのはね、特にそのグループの方でもしてないので、まあ、そういう細かい話をね、まあ、顔と顔をね合わせることによって、まあ、ちょっと細かい部分まで意識を確認していくというか、はい、作業のね、あまりこう文章にはしづらいところとかっていうのも、お会いすることによってね、まあ、お酒が入ることによってどんどん話が出てきたりとか、もう本当に止めどなくみんな会話してるような感じでね、すごく楽しい感じでしたね。で、5時ぐらいに集まったんですね。まあ、大体夕方の5時ぐらいから僕はいつもスタートするんですけど、まあ、5時ぐらいにスタートして、それで1軒目が3時間ぐらいいたんですかね。8時ぐらいまで、飲んでいろいろ話ですね。で、2軒目に行って、まあ大体コースはいつも一緒というか、東京駅付近で飲むんですけど、その辺で飲んで、で、2軒目は、近くのね、予約も取らずにフラッといつも行くんですけど、居酒屋に入って、で、僕は1時間ちょっとで抜けましたね。2軒目に関しては、いや、おそらく皆さん、プラス2、3時間ぐらいはいたんじゃないかなっていうような感じだったんですけど、で、遠い方だと本当に福岡の方からね、もう毎回参加してくださる方、いらっしゃってですね、まあ、福岡の方から、まあ、あとは関西の方ですね、関西の方からも、来てくださるということで、結構もう遠路はるばる、都内の方にね、お集まりいただいているので、本当にまあね、コンサルの方は卒業されて、まあ、OB になられてるんですけど、まあ、今でも全然ご縁があるといいますか、まあ、連絡もですね、まあ、個人的にちょこちょこと取ったりもしますし、まあ、グループの方でね、まあ、日々取らせていただいているので、まあ、ほとんどねコンサル してる時と、まあ、そんなに変わらないというか、感じなんですけど、まあ、実際に、やっぱりお顔を合わせてね、いろいろお話しすると、まあ、やっぱ表情を見れるのでね、楽しいというか、まあ、どういうふうに、今やってるのかなっていうのがね、リアルに伝わってくるというか、本当に定期的にああいう場っていうのはね、必要だなっていうふうに改めて、感じました。で、まあ、新しくね、コンサル入られた方とかもですね、まだ本当に作業をやり始めたばっかりの人とか、まあ、あとは、ある程度ね、成果が出始めてからの方が、そういった会にね、参加する際も、自分も発言しやすいというふうに思ってるので、まあ、
後ほどというか、後々、まあ、ご参加いただければいいんじゃないかなと、いうふうに思ってます。まあ、この音声おそらく聞いてくださってると思うので、そういう場にもね、もちろんご招待させていただこうというふうに僕は思ってますので、まあ、頑張っていただいてね、まあ、成果の方を出していただければなと、まあ、僕も全力でサポートしますんで、はい、引き続き頑張っていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、今回そうですね、まあ、本来は10名ぐらいの参加になる予定だったんですけれども、まあ、ちょっとね、2名ほどキャンセルというか、まあ、お仕事が入ってしまって、その方たちともね、もう本当にみんなでお会いしたいなっていうようなねことを言ってたんですけど、ちょっと急遽まあ、本業の方でね、お仕事入ってしまったんで、まあ、それはもうどうしようもないことなんで、仕方ないんですけど、まあ、ただ本当にね、また次回企画しますんで、ぜひですね、その時は参加していただけると本当に嬉しいです。またねお顔を見て、ぜひお話できればなと思ってますので、音声聞いていただいてたらですね、まあ次回はお願いしますということですね。はい。で、やっぱり、こういう懇親会のいいところってね、普段、まあ、あんまりこう話さないようなことまで、まあ、お酒が入ったりとか、まあ、あとは話の流れっていうのがあるじゃないですか。まあ、普段のね、まあ、会話というか、まあ、グループチャットでもそうですし、まあ、スカイプしたりもそうなんですけど、基本的にやっぱり、ビジネスの話、もちろんそのカメラ転売の話がメインになってね、話を進めていくので、やっぱり、お伝えしたいことを常に伝えていくっていうようなスタンスなんですけど、ああいう懇親会とかって基本的に雑談から入っていくことが多いんで、雑談から話を組み立てていくとね、意外に、いろんな方向に話がつながっていって、まあ、カメラ転売で、あ、これもあったな、あれもあったなって、こうネタがねどんどん自然に広がっていくっていう感じで、そういったポロッとね出てくるようなことが意外と重要なことだったりするんですよ。で、別にそれはね普段あえて言わないとかそういうことではなくて、話の流れで出てくることってよくあるんですよね。だからまあ、普通に、まあ、LINE とかでつながってで、その状況でこう話をするよりも、やっぱり会ってお酒飲んで話すとね、本当にいろいろこう出てくるというか、自然と会話が広がって、その広がったところのね、会話っていうのにすごく重要なポイントが含まれてたりするんで、やっぱり飲んで話すっていうのは結構重要なことだなっていうふうに思いますし、今、まあ、例えば、カメラ転売始めた人でもいいです、まあ、これからネットビジネスをやろうかなっていうふうに考えてる人、まあ、もしくは今やり始めて、間もない人とかね、これから成果出したいって思ってる人は、まあ、セミナーとか、何でもいいんですけど、まあ、誰かが主催するパーティーとかね、そういうのにはどんどん参加していった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。本当にそういうところでね、意外とボロッと出てくる情報がすごく価値があったりとかね、今後の人生変えてくれたりとか、する可能性っていうのは十分秘めてたりするので、本当そういう会には積極的に、出た方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、僕自身もそういう誘いがあったらね、なるべくやっぱり出るようにするというか、やっぱり普段、毎日同じルーティーンで、生きてると、自分の思考ってどんどんこう狭くなっていっちゃったりするんで、たまにそういうね、飲み会とかパーティーとかあるとね、パッと行くと、自分が今まで考えてなかったようなね、意見が出てきたりとか、本当に広がりが持てるというかね、思考がね、どんどん広がっていって、で、自分の行動も変わっていったりするので、すごくいいんじゃないかなというか、原動力になるんじゃないかなって思いますね。そうですね。で、まあ、余談ですけど、僕が前回会った時より、二回りぐらいちょっと体も全体的に大きくなってたみたいで、まあ、最近、そうですね、筋トレをめちゃくちゃやってるんですけど、まあ、そのせいもあるのか、まあ、食べてそうなってしまってるのか、ちょっと僕はよくわかんないんですけど、本当にでかくなりましたねっていうふうに言われて、で、まあ、体重もね、まあ、ちょっと落とさなきゃなっていう話をして、まあ、次回ちょっとどうなってるのかまた楽しみですねみたいな感じの話もあったりとかして、まあ、次回はね、まあ、ちょっといつになるかまだ予定はわからないんですけど、もうちょっと大きくなる方向で、まあ、筋肉はですね、さらにでかくしていこうと思ってますんで、筋肉は大きくして、
だけどなるべく脂肪は落とせるようにちょっと頑張ろうかなと思ってますんで、あの体だけ大きくして顔は少しシャープにしていきたいなというふうに思ってますんで、そうですね、ぜひ楽しみにしていただければなっていうふうに思いますね。で本当に 筋トレに関しては最近やっと習慣化できるようになってきてね、ちょこちょこやってたんですけど、あの間が結構ね1ヶ月空いちゃったりとか、定期的にこうずっと続けるっていうのがなかなか時間的にも難しかったんですけど、まあ、最近は本当にそれを無理やりねじ込むというか、時間をね、作って、まあ、僕大体 3,40 分で1回のトレーニング終わりにしてるんですけど、あんまりダラダラ2時間3時間とかやっても正直あんまり意味がないと思ってるので、本当に 3,40 分集中して、その分あの時間をインターバルを1分ぐらいに設定してね、もうあの1セット終わったらもうすぐ次のセット行くみたいな感覚にして、やってるので意外と時間かからないんですよね。でジムにいて会話すると本当に時間がもったいないっていうか、その分トレーニングできるじゃんっていう話になっちゃうんで、僕はほとんど会話とか他の人とどうこう喋ったりとかっていうこと自体をねしないんですよ。もう一人で黙々とやって帰るみたいな感じなんで、多分ジムに行って出てくる時間で言ったら多分僕一番早いんじゃないかなってくらい早いですね。それぐらい本当にスピード感を意識して、なるべくそこに時間を使わないようにして、なるべく最大の効果を出すみたいな感じで、考えてやってるんで、もう黙々とやってる感じですね。だからちょっと本当腕回りとか胸とかもなんか大きくなってきて、あとはもう本当にこのまま続けて大きくして脂肪を絞ると、それで OK なんじゃないかなっていう感じですね。まあちょっと、まあ筋肉のことはね、まあさておいて、まあまあまあ本当にビジネスの方でもね、ある程度こう成果を出してまたいいお話ができればいいなっていうふうに僕も考えてますので、ぜひですね、また次回もご参加いただければ、嬉しいなと思います。まあ、また今回、ご参加いただけなかった方たちもですね、ぜひ次回は、ご参加いただけると、嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、今回はこれで動画を終わりになります。最後までお聞きいただき感謝します。ありがとうございました。